そう、なんかまつり先輩寂しい、頭にキスすんだよ。あのさこれ話していいのかな。あのまあでも本人もさ、なんかツイッターというかなんか言っとったからいいけど、なんかめちゃくちゃこう、あの大胸筋触ってくるんだけど、いきなんかねすごいね大胸筋触ってきて、こっちの中に行くね。しかも後ろから頭をキスしながら大胸筋触ってくるの。男女あって、え、大丈夫だ、びっくりした。そう、配信始まる前なのになんかすっごいドキドキしちゃってさ、しかも触り方がもうね、ちょっとここにコロコロキッズくんがいたら、あのちょっと今聞かないでほしい、ちょっと刺激が強すぎるかもしれんけど、なんか今まで団長学び屋時代からずっとなんだろう、触られるというか、そう、女子大だったからさ、なんか女子大でやっぱそういうスキンシップ多かったから全然慣れてるんだよね。そう、慣れてて全然触りたいんだったら触ってもええでみたいな感じなんだけど、もちろん女の子にはね。でもなんかまつり先輩の触り方がやばくて、まつり先輩の触り方がほんと過去最高にやばくて、ちょっと本当にね、なんかやっぱあれだった、やっぱもみ慣れてるんだなって思いました。丸、ちょっとこれこの辺からあれしていいかな、間違えた、確かに3050あたりじゃなかったかな、30だ、こっちか、こっち側ちょっと外れちゃったな。そう、本当にあんな触り方をしたのは、そう、触り方されたのは初めてだったね。どこか、びっくりした。うん、じゃあみんな、あのどんな触り方だったかはみんなのご想像にお任せする。そう、びっくりしちゃった。なんか寂しかったんだろうね、寂しい時期だったんだろう。なんかやっぱり久々に会ってっていう感じがしましたね。あれ、ペンギンどころかな、ペンギンこっちかな。